海の中どうなってんのシリーズです。いきます。4分9秒から、せーの、再生。ああ、沈んでいった。綺麗な青、なんか見えた。いつすら、お、見えてたぞ。ああ、そこ見えた。あ、こうなってんだ。あ、寝かかりする場所なさそう。あんま、トルネード、お、着地するぞ。ごつん、お、あ、誰かいた。あ、ハケがいた。あ、ベラ、あかれ、あかれか。黒いのもいるな。ここに思ったよりいない。カラフルな魚が多い。お、何これ。起きるのがいるな。蝶々、蝶々。うん、あんま取れてないな。ってことで秒で釣っていいですか。いいよ。これやばいんすよ、胴突き。今日ポイントが神がかってるんすよ。黙々と一生釣ってるんすよ。そうなんだよな。落とすじゃないですか。落とします。落とします。止めます。着地して、いっ、あ、もう来た。え、食った。早っ。早すぎるだろ。今日なんかすごいな。今日やばい。今日釣り日和だ。うじゃうじゃやるな。ほら、また釣った。あ、これ二重旗ですね。尻尾が特徴的。赤身バイ。尻尾が特徴的。白いライン入ってるでしょ。あれ二重旗の特徴。ほら、見せてる、自分で。あ、本当に。はい。カツオ多分いるかもしれない。最近あ、怖い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 。どうした？なんか出てきた。は？は？イセエビ食ってる。なにこれ？しかも来てない。エビの頭？なにこれ？これ食ってた。口の中からこれが出てきた。あ、あ、エビの頭じゃない？なにエビこれ？これ餌にしよう。餌にしてみ。もう絶対これ腐れてる、感触的に。くっそ！腐ったエビ。こいつ、あの、もう一個の針にはあれつけたな、アイゴ。アイゴ？刺そうとしてるでしょ。仲間を増やそうとしてる。俺、あるっすよ、刺されたこと何回も。マジ？痛いよな。こうやって、釣るじゃないですか。うん。上げた反動で、そのまま、スッていって。うわー、痛いのだな、それ。痛かったっすね。勧誘見ていいっすか？勧誘のコーナー行っていいっすか？見てみますか？いろんなことが同時並行的に住んでるんですよ。これ住むのかな。これ臭くない？臭いですね、うん、こうやって水入れてるんですか？中水、え、違った？多分、うん、湯通しするとか言ってなかった。湯煎なんですよ。湯煎って書いてたから。湯煎、勧誘のコーナー。肝臓を湯煎してが出るみたいですね。おお、危ない。これは完全に危ないでしょ。これ色ついてますね。ちょっと見えづらいですけど、オリーブオイルみたいな色ですね。黄色みたいな。火つくのかな。やってみる。あ、ちょっと取ってますよ。ちょっと待って、うん、面白い。これが勧誘。結構今はスクワランオイルとかっつってカプセルでサプリメントとしてあるみたいですね、勧誘は。でこじゃん、ほら、見える。うわっ、油じゃん。ほんとだ。そうそうそう、昔は沖縄の人はサバニとか見せたらしい。沈まないように油、水と油じゃんの。そう、そういった話をハイサイ訪ねた動画見て知った。ああ、そう、これを何かに塗って浮かそうとしてるんすか。どうしようかな。ピザ窯に塗ってピザ窯を浮かそうとしてるんすか。海に浮かぶピザ窯、面白い、面白いよね。面白、できるんでしょ。勧誘、勧誘班。はい、これちょっと取れた、あの、勧誘ですね。これを入れたやつですね。そう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 。どうなのかな。油なんでね、着火台として使えるのかなっていう話をしてたんですよね。そうそうそう、昔はね、あの、まあ、クジラとかそうだったみたいなんですけど、うん、あの、何ですか、アルコールランプみたいな、うん、あんなのに使われたりしたみたいですよ。できるのかな。結構この汁が勧誘？はい、そう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 。あ、なるほど。あ、けど燃えてるじゃん。キッチンペーパーが吸った油が燃えてるっていう状況、うん、これが水だったら使えないでしょ。水だったらすぐ消化されて終わり。どのぐらい持つかすんでしょう。ちょっと置いときますか。ちょっと置いておこうか。置いといて。
分ぐらいまで燃えてたら全然使えるかなって感じです。そうだね、うん、どうしましょう。ちょっとさっきから15分ぐらい。ちょっとまあ燃えてありますね。まあいい感じ。早いでも早いんですか、ね、ちょっと早いですね。うん、だけど全然いけそうな感じですね、うん、だけど煙が黒いんで、黒いですね、質が悪いですね、うん、普通は無色透明なんですよ、燃焼がうまくいってる時は、うん、質が悪いですね、うん、でも一応油としての役割はありそうですね、うんうん、臭い。ちょっとやっぱちょっと臭いですね、うん、まあ、自然由来っていうのはあるんですけど、うん、なかなか使う場所は限られるって感じです、うん、まあけどね、あの外で何かやるときとか、うん、着火剤にもなると思いますよ、うん、確かに、うん、この高さ昔のね、すごいよね、液晶かもしれない、うん、今では今使わないけど、昔はこれにお世話になってましたからね、うん、試せん用の人もいたらしくて、あ、そうなんだ、うん、なんか40度以下でも凍らないらしいんですよ、あ、そうなんだ、はい、で、昔は戦争とかの潤滑油、はい、銃とかの、うん、でくっつかってたらしいんですよ、うん、凍らないものがあったまあね、うん、白芸っていう映画があるんですよ、クジラ捕まえる、そうそうそう、クジラ捕まえる、うん、で、まあ、船長があの白い大きいクジラを倒すって言って、躍起になって、うん、橋に回るっていう映画なんですけど、うん、まあ、小説なんですよ、元は。それも、まあ、クジラの油を使って、うん、そういうふうにランプの油にしたりとか、うん、あ、なるほど、そうそう、そういうもののために漁に出るっていう船なんですよ、舞台が、うん、だから昔はもうそれが当たり前っていう、うん、なんかね、まあ、今はね、文明はもう違ってほとんど使わないと思うんですけど、昔の人はこれでランプ使ったりとか、あと木に塗るんだよね、うん、木に塗ったりとか、そういう効果もあるみたいで、面白い、すごいですね、実際やってみると面白いですね、やっぱ、はい、面白い、知識としてたけどやってみるとこうなるんだって、はい、勉強になるとね、切りましょう、お、油を取りますか、まあ、ある程度でいいんじゃないですか、多少は若干捨てますよ、それが。まあいいか、そうだな、うん、はい、じゃあちょっとね、油、うん、後日何かに使えるん、サバイバルとか行くときに持っていきますね、ね、使えますね、うん、サバイバルのとき油ないんで、うん、火を使える、これに染み込ませればいいんですよね、そう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 、細かい木とかを染み込ませて、ちょっと考えます、うん、まあ、布とか、ああ、そうそう、面白い、サバイバル用品すら作っていくって新しい領域ですね、うん、もう持ち込みすらしないっていう、作るっていう、作るっていう原子割りに始まり油まで作っていく、現地調達してもね、叩かれる場合があるんですよね、うん、結構濃いんだな、見てたら黄色に近い、うわ、後ろの色いいな、これ、はじめまして、あ、お久しぶりです、お疲れです、ウキウキです、やば、あ、お久しぶりです、どうましょうか、え、メダカが育ってる、とうとう来たな、この時がこれ、めっちゃ食うやん、あんたら、この味もあるから、食べやすそう、なるほど、令和のメダカはサメ君これでなんか凶暴化したりしないっすよね、牙が入ってきそうだな、ね、プレコン襲ったりすごい食ってる食ってる、うん、嬉しそう、お前のサメより美味しいっすね、そうなんだ、いつもの